皆さんこんにちは。はじめまして、楽楽ベトナム語のリンです。これから皆さんと一緒にベトナム語を勉強させていただきます。で、3年前から日本人の友達がいて、で、彼女はベトナム語を勉強したかったので、私は教えてあげようかなと思いました。で、教える時に文法の説明方とか発音の仕方とか、なかなかうまく説明できなくてちょっと悔しかったです。で、復習のような感じで教える間にだんだんこの仕事が好きになりました。で、楽楽でしっかり専門的な知識を学んだことで、自信を持って皆さんと一緒にベトナム語を勉強できるようになりました。で、しばらく教えていて気づいたのは、皆さんにとって多分一番難しいのは発音ですよね。で、発音はすごく大切で、発音ができていないと話が通じません。私の場合は日本人の友達も少なくて、日本にも行ったことがありません。ほとんどは自分で練習しました。なので、学習者として、また指導者として、皆さんはベトナムに住んでいなくてもベトナム語を習得できると信じています。もちろんベトナムに行く機会があったらぜひ行ってください。で、私の授業では自分の言語学習経験や発音のコツとかを合わせて皆さんとたくさん練習しますので、ぜひ私と一緒にベトナム語を勉強しましょう。よろしくお願いいたします。じゃあまたね。